ジョン・トーマス・アレンは1930から1940年代に活躍したアメリカメジャーリーグの元野球選手。ポジションは投手。ノースカロライナ州、レノア生まれ。右投げ右打ち。主にヤンキースとインディアンズで1936から1937年にかけて17連勝を記録するなどの活躍をした。通算勝率は 654を数える。1932年にメジャーにデビューしたのは27歳の時だったが、33試合に登板し17勝4敗の好成績を残す。この年のワールドシリーズにも登板したが、二3回で4失点を喫した。1935年までヤンキースに在籍し、勝率も高かったが、その気象の荒さからか同年オフに、 モンテピアソンらとトレードされ、インディアンズに移籍した。インディアンズ移籍後、アレンはヤンキース在籍時以上の活躍を見せる。1936年シーズンに20勝に到達しただけでなく、この年から翌1937年にかけて、当時のアメリカンリーグ記録となる17連勝を達成、次の年の1938年にはオールスターゲーム出場も果たした。 前述の17連勝は1937年に一旦途切れたのだが、アレンはその後再び1938年にかけて12連勝を記録している。1939年以降のアレンは年齢からかかつての勢いが衰え、1941年には2万ドルでセントルイスブラウンズに放出される。その後ブルックリンドジャーズで二度目のワールドシリーズ出場を果たし、 この時はリリーフで3試合に登板し、対戦相手のヤンキースを無失点に抑えている。また1942年には、先発に戻り2桁勝利を挙げた。1944年39歳で選手を引退した後は、マイナーのカロライナリーグの審判を務めていた。1958年に、フロリダ州で54歳で亡くなっている。アレンは、勝利への強いこだわりからか。 1938年6月7日のフェンウェイパークでの対レッドソックス戦において、陳事件を起こし退場処分を受けている。この試合のマウンドに登ったアレンは、打者の気を散らそうと、奇妙なアンダーシャツを着てきたのである。シャツは、右袖の布が垂れ下がり、投球の度に、それが、バタバタとはためいていた。試合の主審だったビルマ・ゴワンが、アレンに、シャツの袖を着るように命じたが、 これを拒否したアレンはマウンドから降りてしまった。急遽代わりの投手を出す羽目になった、監督のオスカー・アービットは、アレンに250ドルの罰金を言い渡したのだが、このシャツは、当時のインディアンズのオーナーアルバ・ブラッドリーが、事件後すぐに250ドルで買い付け、親族が経営するデパートに展示された後、アメリカ野球殿堂に寄贈された。ありがとうございます。